ご来場の皆様、ちょっと失礼します。お笑い芸人をやっております長州小力でございます。今日はですね、ちょっと小山に遊びに来てね、ちょっとご挨拶があってはね、だからちょっとやろうかなみたいな感じなんですけど、やらないでいいならやらないでいいって言ってもらったらやりませんけども、いいですか。ほら、やっぱダーツとかってなかなかダーツより面白いことはできませんけどね、頑張ってやりますけどね。お願いします。はい、お笑いでいうとこの僕はだから今第7世代とかいいじゃないですか。僕は第4世代ですね。はい、大体ボキャブラとかいう人たちの後ぐらいでね、はい、そんな感じでやってるんですけど、ちょっと聞きたいんですけど、プロレスが好きな人手を挙げてもらっていいですか。はい、じゃあこの2人だけにやってきたんですけど、いいですからね、別にね、ね、だからこっちから見たら分かるもん。なかなかやっぱりね、目につかないですから今プロレスね。はい、じゃあまあちょっとせっかくですから、じゃあね、はい、長州力さんという方は分かりますか。分かります。はい、長州力さんという方ね、まあ今なんか言うと相席食堂なんていうね番組でちょっとバズったんですけど、はい、じゃあちょっとそのワンシーンをちょっと一つやりましょうか、せっかくですからね。はい、さあ、撮るのが撮ってもらった方がいいですよ。はい、撮るの、はい、ただ滑ったら SNS にあげるご家族に、ね、見せるぐらいはちょうどいいですから。さあ、それでは、テレビ番組相席食堂より北海道のロケに一人で行かされて、あまり土地の人と絡めず、やっと見つけた子どもたちと触れ合いの中でホタテの加工品をいただいて、ものすごい一言を残す長州力。あ、なんでこれもらっていいの。あ、これってもらえます。じゃいただきますね。もうこれ食ってる、飛ぶぞ。ありがとうございます。はい、このね、あ、やっぱり知ってるんですよね。はい、僕ね、この間ね、この相席食堂僕ロケ行ってきました。長州力さん推薦で行ってきて、4月の頭ぐらいになんか関西で放送があるんで、なんかその後ぐらいに TVer からかね、そういうのでなんか見れたり YouTube で見れたりは多分するみたいなんで、ただね、長州さんのようなね面白いロケはできたか分かんないですけど、よかったらね見てもらいたいんですけど、じゃあせっかくなんでこの後の続きのシーンがあるんですよ。で、僕そっちの方が好きなんですよ、トムゾよりもこの後の方が好きなんで、せっかくなんで、ね、皆さんもちょっと笑いが取れたと思うんで、じゃあ続きちょっとやってみたいと思います。じゃあ続き、なんかこれいただいていいのこれ、うん、じゃあいただきますよ。まあこれ食ってもいい、飛ぶぞ。何、お前たちこれ毎日食べてるの、毎日食べてるの、飽きないの、飽きない、すごいねお前たち。はい、ここまでですね。いいですね。あ、こう伝わってるのがいいですね。ね、今日昼間にね、宇都宮の、ラウンド87っていうスポーツバーがあるんですよ。そこ知り合いで、ね、急にお笑いライブ呼ばれてね、ちょっと行ってきたんですけど、昼間やったらスイーンってなってましたよ。スイーンってなってましたよ。シーンじゃないんですよ、滑るっていうのは。滑るっていうのはシーンじゃないんですよ、スイーンなんですよ。ブイってなってるんですね。ああ、よかった、今日夜ね取り返せたというわけで、じゃあですね、あと何やろうかな。じゃあせっかくですから、じゃあもうベタなのもやりましょう。長州力さんってどういう人かというと、元プロレスラーでね、もう引退されたんですよ、今年で70歳なんですけど、どういうレスラーかというと、とにかく怒鳴るんです。すごい怒鳴る。相手をこう倒して踏みつける時も、橋本とかね、まあでも丁寧ですよね。やられてる人橋本さん、やってる人長州さん。でこうフィニッシュ技でラリアットなんてあるんですけど、これは藤波なんてやるんですけど、1個だけ僕
くらファンでも何言ってないか分かんない時があるんですよね。でそれがね、こう相手をね、蹴る時にね、こう逆に言われましたもう気持ちが前に出てね、あ当たってるのかどうか分かんないぐらいの時あるんですけど、じゃあこれをちょっと踏まえて、もしもそんな長州力がサッカーのフリーキックを蹴ったかっていうのをね、ちょっとやってみたい。それではもしも長州力がサッカーのフリーキックを蹴ったら、ピピーッてやったら、めっちゃ俺壁こっちだって。はい、以上です。ありがとうございます。いいですか。急にステージの後ろの人が現れました。さあ、じゃああとどうしようかな。パラパラやりますか。おお、はい、じゃあちょっとね、まあほらあんま時間取っちゃうとほらダーツが気になってますから、ね、パラパラわかります。ナイトオンファイヤーってね、曲なんです。違う曲でやってできないです。本当に申し訳ないですけど、僕ねパラパラってね実は踊れないんですよ。このナイトオンファイヤーっていう曲だけ練習したから、一回ねあのそのコギャルさんたちに呼ばれて、踊れるもんだと思って呼ばれてって踊れなくて、あのガングロの女の子たちがすげえ残念な顔してました。何でしょう、はい、ナイトこういうの極めちゃってる。いやどうかな。まあ一応あのなんか去年やった、パラパラ選手権の ABEX の審査員やらせてもらいましたけどね、16歳の女の子が優勝ですよ、パラパラね。ちょっとね、はい、私先月見事50歳になりました。ありがとうございます。おめでとうございます。50歳、松なし、ごつしさんです、はい、だからもう気持ち悪い状況です。ホモだから。ホモじゃないんですよ。いや考えたんですよ、やっぱね、俺どっちなんだろうって考えて、あれこっちかなとかね、あこっちだな、あこっちだったみたいな、はい、このギャグあげます。はい、くだらないことばっかしゃべってますけど、じゃあせっかくですから、この僕はあの日の井チーム with コリッキーってやつでね、はい、一応あの ABEX からデビューしてて、それまあでもこれジョイサウンドかな、あダムだから多分本人映像があると思うんですけど、でちょっと本人映像かけながらやるんですけど、せっかくですからちょっと軽くレクチャーしますから、ちょっと一緒にやってくださいね。だから曲は Night on Fire、 ララ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 ラ、でまず右手でナイトを刺しちゃって、ナイト内側回してファイヤー、右にカメラスクチョコチョコ、左にカメラスクチョコチョコ、ノックノックなんですよ。これをちょっとやっていただいて、であと分かんなかったらもう取り取ってくださいね。ハハハハハハってやって、ね、で一応ちょっとこれカラオケのネタになりますから、皆さんが思ってる以上にフルでやると長いです。はい、だワンコーラスだけにしておきます。はい、だいたいみんな長いなみたいな顔になってますから。じゃあやってみましょうね。じゃあ皆さんと一緒にやるパラパラ。入った。入った。あ入った。本人映像どういうの？あ本人映像がない。あ写真だけか。はい、一応これあの金粉の。僕ですよね。あ、出た出た。懐かしいですね。あ、いいな。で、中学生4人組ですから。ファイヤー！アンデー！やってみたよ！歌ってないからそれ暗い。
みんながやらないんでここで終了いたします。はい、時間もあるしね。もしねフルバージョンを見たい方がいたらまたやってください。はい、以上です。長州小力でした。ありがとうございます。小力さんなんかここでイベントやる